どうも退職代行、モコ無理サービスのモコと申しますけども <laughs> はい、あの、今回の御社にお勤めのですね、大江野さんがですね、ちょっと退職したいということで、えー、退職の胸をね、私、モコ無理サービスのモコがですね、えー、ちょっとですね、まあ退職の胸をね、代行して伝えさせていただきたいんですけども、うん。あの、あの認めないとかないから、退職認めないとかないんで、うん。 じゃあ、民法にのっとって、法律にのっとって、2週間後に、まあ、今日ね、伝えたから退職確定するんで、効力発揮するんで、うん、ただ、その、法律にのっとって進めるだけやから、うん、それでいいんだったら、もうそれでいいし、うん。なんか、御社、なんか、ご指定の退職のフォーマットとかあるやん、あるやったら、うん、早く出せ !OK! ははうん、な、なかったらもういいや、うちに規定のフォーマットあるんで、それがっつり送るわ、郵送で、うん。それでいいな、うん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 。え、何 え、それでも何認めたくないだから2週間後に確定してるっつってんじゃん。うーん。何じゃあ、ちょっと待って、今から行くわ。うん。今から行くわ。うん。今からなピ、ピッケルでドアぶっ壊しに行っていいうん。え、ピッケルババだから。うん。え、お前ん緒だから会社行って、ドア破壊しに行くっつってんの今からピッケル持って。嫌やろなうん。だったら退職認めろよ。今日な今日付けで認める <laughs> うん、あとなんか、有給残ってるって聞いたんだけど、大江野さんから。なんか、14日残ってるって聞いたんで、うん。じゃあ、そういう有給消化させておくわ。うん、うん、うん、うん。じゃあ、じゃあ14日後でいいか。うん。今日じゃなくて。うん、オッケーオッケー。じゃあ、2週間後に退職確定するんで、まあ、どっちにしろね。うん。じゃあ、それで話進めようかうん。はい、はい、ありがとうございました。退職代行、猛攻フリーサービスの猛攻でした。<laughs> ありがとうございました。 あ、もしもし、大江野さんお疲れ様です。猛虎無理サービスの猛虎ですけども、うーん、あのね、やっぱ俺がもう、まあ、法律の知識も正直 <laughs> 入れちゃってうん、もう脅したらもう、ばっくるとね、もうべっつり、うん、もう、ジャンゼリー認めちゃった、退職を。うん。だから2週間後に退職確定したんで、もう有給もがっつり使うみたいで、うん、その金も入ってくるんで、まあもう,もう全然全然。 ゲーム配信なり、なんか好きなこと何でもやれ一つやるのは好きなこと何でもやってみること <laughs> うん。まあ、今回ね、法律の知識使ったのと、まあ、あと、ま、ピッケルの脅しも入れたんで、まあ、それ加算したら、350万になるんで <laughs>、ちょっと美味しい金額になっちゃったんだけども、払えない払えないか。うん、じゃあなんか、うん、そうだな 新しい、なんか、ムーマとか、送ってくれたらいいわ、全然。あ、新しい感じのムーマとかさ。あま、ムーマジでもいいけど、なん、なんでもいいけど。なんか進化前ポケモンで、なんか、今まで見たことないよ、みたいな、方あったら、なんかもう、送ってもらえれば、それで以上350万チャラにするから、ポケモンだけ送ってくれ。うん。それが俺の飯の種になるから。350万以上の金になるから。<laughs> うんじゃあ、あラストの配信を見てくれたら、それでいいわ。というん、ってことで、えー、今回、えー、無事退職確定いたしました。モコ無理サービスのもうでした、えー。ご視聴ありがとうございました。またね。うん。あのうちのサービス利用してください。うん、もうジャンゼルと待ってるんで。じゃあ、またね。うん